んにちは、共感住宅レイアウトの設計の池田です。今回の設計ポイントルームツアーは、小さい中で豊かに暮らせるお家ということで、名古屋市港区のご新築をご紹介いたします。設計は私池田が担当したのですが、オーナー様からは収納がたくさんありすっきりとしたお家というご要望をいただきました。また新築から将来にわたって快適に住みやすいと思っていただけるよう、暮らし方から間取りを設計しましたので、最後までお付き合いいただきますと嬉しいです。港区は1640年頃までは海でした。その後干拓が行われて、1907年には国際貿易港である名古屋港が開港し、工業地帯として有名です。一方で名古屋港水族館やリニア鉄道館などレクリエーションが充実した街でもあり、区の中部から北部には住宅街が広がっています。今回ご紹介するお家もそんな住宅街に建っています。土地を最大限使用できるように家の配置や間取りを工夫しましたので、そちらをぜひご覧いただきたいと思います。ではご案内してまいります。こちらに住まわれるのはご夫婦とお子さんの5人家族です。敷地は奥に長い四角形で 32.1 坪、縦坪が 16.1 坪、延べ床面積が 25.75 坪の2階建て 4LDK です。オーナー様がホワイトと木の可愛らしい感じが好きとおっしゃっていたので、北側のメインの面をホワイトにして一部アクセントとして木を張りました。家や店舗、道路などの構造物がある中で少し木を張ることでホッとするような温かみを感じられると思います。外壁材はメイン部分の北側はジョリパッドの吹き付け塗装、通りから見えない面はガルバリウム鋼板を使用しております。費用面でも全面ジョリパッドより一部ガルバリウムにしていただくことで、ご予算を室内の装飾などに使っていただけるので、外壁材は適材適所で設計ご提案するようにしています。窓は北側に小さいものを2つ設けました。そのうちの1つには飾りとして幅広の木の枠と十字の黒いアイアンをつけています。このデザインはオーナー様が他のレイアウトのお家を見ていいなと思ってくださったものを採用いたしました。こちらは駐輪場です。自転車通勤をされていて雨に濡れないところに自転車を置きたいというご要望がありましたので、幅 3.1m、奥行き 2.4m で雨に濡れない庇部分を作りました。通勤用の自転車の他にも子供用の自転車や三輪車、キックボードなども置いていただけるようになっています。外構も私が設計いたしました。もともと外構とお家は別々のものではなくて、一緒に設計することで融通ができたり使い勝手をよくできると考えています。例えば今回では広くない敷地でいかに空間を広く感じさせられるかということを重視しています。仕事から帰ってきて玄関までのアプローチも家と外構を一緒に考える方がうまくいくのではないかなと思います。道路から玄関に行くまでのアプローチは洗い出し仕上げにしました。住む人が一番通る場所でもありますし、ご来客があった際の印象にもつながります。洗い出し仕上げにして他とは雰囲気を変えています。駐輪場部分と駐車場部分は土間コンクリート仕上げにしています。土間コンクリートはペタッとした印象になりがちなんですけれども、今回は表面にカッターを入れて格子にデザインすることでタイル敷きのようなイメージになるようにしています。アプローチ部分の洗い出しがアクセントとして映えるように、あえて洗い出しと同じコンクリートを選びました。植栽はシンボルツリーにユーカリのポポラスを植えています。この下は下草です。また南側にはスモークツリーを植えています。ユーカリポポラスは丸い葉がこのお家の雰囲気に合うと思ってご提案いたしました。スモークツリーはオーナー様からのご要望です。綿菓子のようなふわふわとしたお花がとても可愛らしいので、このお家にとても合っていると思います。
間取りのコンセプトはすっきりしていること、その上で収納がたくさんあること、そしてお子様が3人いらっしゃるのでお部屋なども成長に合わせてその時々で変化できることです。凹凸や段差があると壁などの線が増えて混み合った印象になりがちです。ですので家全体を通してなるべく線が少なくなるようデザインしました。道路から建物内部が見えないように玄関ドアは道路正面に対して横向きにつけています。玄関ドアの真正面は収納になっています。収納のここの開口は少し垂れ壁で低くしてありますので、この後ろにロールカーテンをつけていただけるようになっています。ロールカーテンを下ろすことで、来客のあった際とかはそのロールカーテンを下ろすことで見た目にもスッキリしていますし、片付いた印象になると思います。オーナー様が明るい玄関がいいとおっしゃっていたので、こちらに北側に窓を設けました。あとは、こちらを少し開放的にして LDK からの光も取り込めるようにしました。ただリビングダイニングのプライベート空間を守りたいので、こちらの仕切り壁はあまり高くせず、でも低くしすぎないようにしました。でこちらの固定棚はお子様が最初は宿題をしていただくスペースになります。でこちら前の壁と後ろの壁はベニヤ下地を入れていますので、 DIY で棚などをつけていただけるようにできています。で後ろの壁には最初はお子様がランドセルをかけていただく予定になっています。でこの棚で最初お子様が宿題をするんですけど、お子様が大きくなってここを使わなくなったら、オーナー様の趣味が観葉植物を飾ることなので、ここに飾っていただいて、まあ、玄関から入ってすぐに緑のお出迎えがあるのもいいなと思います。リビングダイニングは約 7.6 畳です。今回はソファーダイニングスタイルですので、そのことを踏まえてキッチンとダイニングの位置関係を工夫しました。ソファーダイニングというのはダイニングチェアの代わりにソファーを使用したものになります。この辺りに机を置いていただいて、ソファーをこう L 字で置いていただくイメージをしています。北側にテレビボードを造作していて、南側には大きな窓を設けています。で一部ここ吹き抜けになっていますので、上からの採光も望むことができます。リビングダイニングから続くように庭にウッドデッキを作ったので、広がりを感じられるようにしました。こちらの部分は家の角を少し2畳ほどへこませていて、このようにすることでデッキ面積を広げつつ、横に家が建ったとしても採光を望めるようにしています。オーナー様が観葉植物を飾るのが趣味なので、針を見せる構造にしてこの針に吊るしていただくこともできますし、この針と針の間にワイヤーネットなどを貼っていただいて、そこからたくさん植物を吊るすことができるようにしています。またテレビボードの上も広めに設けましたので、こちらにも観葉植物を飾っていただけるようになっています。天井に木を張りたいというのもオーナー様からのご希望でした。天井に木を張るときは収まりがとても重要なんですけど、共感住宅レイアウトのお家ではよく天井から下がり天井に木を張ることが多いんですけど、今回は上がり天井に木を張っています。こうすることで吹き抜けに面しているところに今木を張っているんですけれども、吹き抜けとの対比で狭くなりがちのこの部分をちょっと少し上げることで空間をより広く感じていただけるようにしています。こちらの木はヘムという松科の針葉樹林を使用しています。木目が細かく木肌が白いのが特徴の木になります。木を張りたいけれど重厚感はあまり欲しくないなという時に合わせやすい木かなと思います。なるべく生活感のあるものは隠したいというお話だったので、コンセントなども少し小さいものに変えて生活感をなくしています。
ホットプレートをよく使用されるとおっしゃっていたので、床付けのコンセントをソファーの下に来るように設計しました。リビングダイニングのお隣、キッチンはウッドワンのアイランド型にしています。レイアウトで普段使用するサイズより10センチほど小さくして、横の通路幅を確保できるようにしています。間取りのコンセプトに合わせてカップボードの吊り戸も少し埋め込んであります。こうすることで圧迫感も減らせますので、すっきりとした見た目になるかと思います。こちらに少しタイルも貼っているんですが、少し埋め込んだところにタイルを貼ることでタイルの主張感をちょうどいいぐらいに調整しています。こちらには冷蔵庫の専用の置き場を設けています。冷蔵庫と反対側にはエコキュートの置き場を設けています。こちらは扉をつけることで普段は見えないようになっています。こちら扉を開けると、下にエコキュート、上に分電盤で、左側に Wi-Fi のルーターなどを置いていただくスペースになっています。必要不可欠ではありますけど、普段はあまり使わないものを収納の中に収めることで、すっきりとした見た目を保つことができます。このようにオープンなキッチンでは、見た目を整えることも大事ですけれども、使い勝手も大切だと思います。アイランド型にすると前に腰壁などを立ち上げることができないので、そこにコンセントなどをつけられないようになっています。ですが、今回キッチン側でもコンセントを使用したいとおっしゃられたので、こちらのシンク下のスペースにコンセントを取り付けています。色や形を工夫することで、周囲からは見えにくく使いやすいコンセントになったのではないかなと思います。それからこちらの足元にはゴミ箱を置いていただきますが、床付けの換気扇をゴミ箱スペースの奥にすることで、換気扇の上にゴミ箱が乗らないようになっています。この通りキッチンパネルを切り替えており、配管スペースの余った部分を有効活用しております。洗面は造作で、こちらのお家に合う雰囲気にいたしました。タイルは先ほどキッチンでご覧いただいたタイルと同じものを使用していますので、お家のコーディネートにより一体感が出ていると思います。今回はふかした壁に洗面器を埋め込むことで洗面の凹凸を減らしています。帰ってきてすぐに手が洗えるように玄関から近くに洗面を設けました。オーナー様からはトイレの小さな手洗いは必要ないと伺っていましたので、トイレの手洗いと兼用で洗面を使っていただきます。手洗い場は数が増えると掃除の手間が増えるので、共感住宅レイアウトでは無理がない範囲での兼用をご提案することが多いです。トイレは壁紙を全面変更して、 LDK などとは雰囲気を変えています。携帯を置く場所が欲しいということだったので、造作で棚をつけました。花柄の壁紙はウィリアム・モリスです。背面収納は窓と壁と一体になるように設計しています。20センチほどふかして収納スペースを作り、固定棚は窓の位置と縦寸法に合わせて均等に配置しました。このようにすると外側から見た時にすっきりと自然な印象になると思います。窓の前には何も置かなくてもいいですし、あえて観葉植物などシルエットが面白いものを置いていただいてもいいんじゃないかなと思います。またお風呂から上がってすぐに化粧水を塗りたい時や、ドライヤーを洗面で使うことを想定して、トイレの反対側に脱衣室、その向こうにお風呂という設計になっています。脱衣室はランドリーも兼ねています。お子様が3人いらっしゃるので、
かけるスペースとしまえるスペースをたくさん作れるようにしました。またこちらの棚は固定棚にしていますので、こちらで服を畳んでいただけますし、ここにコンセントも取り付けてあるのでアイロンもしていただけるようになっています。パイプハンガーは短いものを干していただく場所と長いものを干していただく場所を設けました。またこちらには物干しアイヤーを設けていますので、洗濯物などをこちらにも干していただけるようになっています。お風呂は落ち着いた空間にしたいというご要望で、壁の一面を暗い色に変更いたしました。それに合わせて天井の木もリビングで使用していた木よりも濃いレッドシダーという木を使用しています。お風呂の空間に馴染むような色合いになっていると思います。こちらは主寝室です。とは言っても壁は設けていません。最初はフリースペースとして使っていただいて、お子様が一人部屋が必要になったタイミングでこちらのオープンな寝室として使っていただけたらと思います。目線が気になると思うんですけど、そういう場合はこちらに物干しワイヤーを設けていますので、こちら引っ張っていただくと、こちらとこちら側に物干しワイヤーをかける場所があるので、ここにカーテンなどで間仕切りをしていただければいいかなと思っています。そしてお子様が座った後には、またここはフリースペースとして使用していただければいいと思っています。住む人自身が時とともに変わることで住み方も変わるという考え方をしています。ちなみにベッドをこちらに置いていただくんですけれども、床から50センチぐらいの高さになると思います。その時にここの壁が通常は1メートルぐらいの高さにしているんですけれども、今回は 1.1 メートルにしてベッドから落ちる心配を減らしています。こちらは階段上にロフトを設けています。ロフトの床は1坪あります。お雛様やクリスマスツリーなど季節のものをしまっていただけたり、キャリーケースなども置いていただけるような場所になっています。子供部屋は3人のお子様全員分ございます。一番北側の子供室は 4.5 畳にして、最初から仕切られている構造にしました。こちらの部屋を後々寝室として使っていただく想定です。残りの2部屋は最初から壁で締め切ることはせず、3枚引き違い戸を立てて、いつでも1室にでも2室にでもできるようにしました。子供部屋をあらかじめ仕切れるようにしたいけれど、2部屋を1室にしても使いたいというご要望を叶えられたのではないかなと思います。主寝室1室と子供部屋3室で 4LDK にもなりますが、部屋の仕切りで考えると 2LDK や 3LDK にも変われるような間取りになっています。北東の角にはウォークインクローゼットがあります。 2.8 畳で L 字型にして可動棚とパイプハンガーを設置しました。こちらの窓は家の正面でご覧いただいた十字のアイアン飾りがついた窓ですね。こちらのお家では2階にもトイレを設けています。2階のトイレの手洗いはタンクと一体型になっているタイプが多いのですが、今回は手洗いを外に設けました。雑巾など2階で使うときにすぐに洗える場所が欲しいというご要望をいただきましたので、小さなスペースですが洗面台があります。
今回は名古屋市港区に建てた5人家族のお家をご案内いたしました。オーナー様のお好きな世界観に合った色や素材を選び、港区の住宅街という限られた敷地の中で使い勝手よく空間を広く感じていただけるよう設計いたしました。家は長い間住むところですので、住まい手の成長とともに住まい方も変化していきます。主寝室、子ども室、フリースペースが長い時間の中でフレキシブルに変化するこちらのお家はいかがでしたでしょうか。共感住宅レイアウトでは、ここで暮らす方々に上質で豊かな時間を過ごしてほしい、家があることで家以外の場所でも充実してほしいと考えています。今だけでなく将来にわたってそこに住む誰もがいつでも快適にいられることを願って、見た目のデザイン、性能、可変性を考えることが私たちレイアウトのお家の考え方ですので、一見同じように見えるものは一つもないかもしれません。ですが同じ理念をもとにオーナー様と一棟一棟作っていますので、よく見ていただくと共感住宅レイアウトの家らしさを感じていただけるのではないかなと思います。次の設計ポイントルームツアーも楽しみにしていただけると嬉しいです。共感住宅レイアウトのチャンネルでは家づくりの疑問にお答えしています。今回の動画がためになったと思う方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またこの動画をご覧いただき、ご感想やご質問などどのようなことでも構いませんので、コメントをいただけると嬉しいです。概要欄にある公式 LINE にご登録いただくと、新しい動画の情報やイベントの通知を受け取っていただけます。今後もこのような動画やオーナー様の住み心地インタビュー、ルームツアーなども紹介していますので、ぜひチャンネルをご覧ください。それではまたお会いしましょう。